はいどうも、北の内たちのハルくんです。突然なんですけど、エナジードリンクってご存知ですか？レッドブルだったりモンスターだったりがまあ基本だと思うんですけど、眠くなった時とか頑張りたい時、勉強の合間とかにまあ基本的に飲むと思うんですけど、これってまあ飲めば飲むだけ力がみなぎってくるんじゃないかなと思いまして、そこでまあちょっといろいろネットで調べてみたら、海外の方が1日に24本レッドブル飲んだらしいんですよ。で、24本飲んでそのまま心臓がバクバクになって死んじゃったらしいんですよ。まあ、実際にレッドブルって、まあ、1日にまあ何本以上飲んだらダメとか、まあ、飲みすぎは良くないとかってよく言われるじゃないですか。なので今回は自分自身がまあ何本までなら体に異変なく飲めるのかっていうのは自分でこう身をもってこれから検証していこうと思います。1本目いきます。マジで今喉渇いてるから何本でもいける気する。はい、1本目飲み切りました。まあ、ただ今のところ美味しいだけ、何も変化なしです。じゃあ2本目いきます。5本目飲み切りました。一回休憩挟みたいな。じゃあ6本目いきます。やべえ、気持ち悪くなってきた。ちなみになんかメーカー側が推奨する、まあ、限界の量としては1日に5本までっていう風に、まあ、レッドブルの会社は言ってるらしいです。まあ今のところ限界というか異変みたいなのはまだないですね。なんでまだ飲み続けていこうと思います。あー来た、6本目飲み切りました。もうこの勢いでもういっちゃいます。じゃあ7本目いきます。これカロリーとか大丈夫かな。10本でペヤング超大盛りぐらい、まあいける、いきます。じゃあ7本目いきます。9本目飲み切りました。焼きそう。じゃあとりあえず10本目いきます。
その時思い出した。そうだ、この世界は残酷なんだ。2017年5月28日、俺は自分の隠された能力に気づいた。どうやらレッドブルを飲みすぎると巨人になってしまうらしい。俺はその能力を生かし、この日本を守ることを決意した。時には巨人の姿で、そして一人の兵士として。この鍵はもしかして。よし。